皆さんこんにちは、翔太先生です。今日はまたマリナさんの動画にお邪魔してます。マリナさんお願いします。はい、翔太先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもと逆今日はまたビジネスのビジネス用語を習っていこうと思うんですけど、今日はねまず御社と弊社っていう言葉ですよね。これねすごい難しいんですけど、マリナさん御社って何でしたっけ、っていうか逆ちょっといいですよいいですよ、やりましょう、逆でやりましょう、うん、はい、マリナさん御社って御社も弊社も、英語ではカンパニーじゃないですか。そうですね。でも何が違うんですか。はい、皆さん漢字に注目してください。御社の御、うん、これは、とても丁寧な言葉にするときに使う言葉ですよね。御社は会社の社、御社、はい、なので御社は相手の会社のことです。なるほどね、はい、あなたのっていう意味ですね。そう、あなたの尊い素晴らしい会社、なるほどなるほど、わかりやすい。弊社はどういう意味ですか。そうですね、弊社は反対に漢字を見てください。ちょっと難しいね。弊社の弊はちょっとへりくだる意味があります。ちょっと自分をこうへりくだるような意味があるので、これは自分の会社の意味ですね。自分の会社の意味ですね、はい。これ僕でも知らずに面接の時に弊社はってずっと言っちゃってましたね相手の会社の、あ、今から入りたい会社の、今から入りたい会社に弊社は英語化にとても積極的に関わっていらっしゃってみたいなこと言ってて受かったんですけど、すごい、いやもうなんか同じような失敗を大学生いっぱいするから、その面接官何も言わなかったのかなって今気づきましたけど、これでもよくありますよね。御社弊社どっちだってみたいな。そうそうそう、よくあるし、やっぱ就職活動を始めた時に初めて知りました、私もその言葉。本当に僕もそうですね。ねえ、御社弊社、これあと日常的に今もう会社で働いていて日常的に使うことありますか。正直ありますね。思ってたより使うなっていうのはあって、これはやっぱりなんか僕は使うのはどういう場面かっていうと、やっぱり商品とかサービスを話するときに必ず競合の話をするわけですよ。で、競合と比べて弊社のサービスはどう違うから御社にこういうメリットがあるんですよっていう風な文脈でよく使いますね。なるほど。今競合っていう言葉が出てきたんですけど、競合なんですか。競合はコンペティターっていうのを、まあ、名詞としてのコンペティターでもあるし、競合するはコンピート、うん、動詞としての、競合するとも言いますね。競うことですね、うんうん、ライバルの会社っていうことですね。うん、まさにそうです。同じ業界のライバルのことを競合って言います。なるほど。ライバルの会社と自分の会社をこう比べてプレゼンするときに、A 社はこうだけど弊社はこうです、 B 社はこうだけど弊社はこうですみたいな言い方をする。そうです。なので御社にメリットがあるんですっていう話をもう毎日 してましたねお疲れ様でしたそうですね。なんかやっぱ会社の名前って結構長かったりするので、なんかそれをこう短くこう、ね、メールの時も話す時も短く言う時に御社弊社すごく便利だなって思います。あとそのやっぱり僕はそのグローバル の会社で働いてた経験があるんですけど、その時に思ったのは、アメリカとかだと普通に自分の話をする時に We っていう主語を使うことよくあるんですよ。 We とか Our productそうですね、よく言うんですけど、日本語でそれそのまま言うとちょっと不自然なんですよね、うん、私たちはみたいな感じで言うとすごくなんかちょっと不自然なんですけど、うん、その代わりに弊社はっていうとなんかしっくりくるんで、
なんかそこは相手に合わせて結構最新の、あんま新しい会社だなとか結構グローバルな会社だなっていうんだったらあえて、私たちはですねみたいな話し方でもいいんですけどちょっとまあ日系の会社なんだったら弊社はっていう方が自然かなって思いますね。なるほど、それは考えたことなかったです。さすが優秀なビジネスマンは目のつき優秀じゃないんですけどねやめたんですけどそういう経験がありましたね。懐かしい。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん今日も3つの言葉勉強しましたね。何でしたか？はい、1つ目あ僕が言っていいのかな。いいですよ。1つ目は御社、御社。2つ目は弊社、弊社、ね、弊社。違いは誰の会社かですよね。はい、御社は自分の会社、弊社は、あ、違う、御社はあなたの会社、丁寧に、弊社はへりくだるで自分の会社、はい、そして競合はライバルのこと、はい、で競合する動詞の場合は、競うことでした。はい、よく使うので使ってみてください。じゃあまた会いましょう。またね、みんなありがとう。バイバイ、お疲れ様でした。